それでは、まあ、ほぼ5時になりましたので、博士の後期研究発表で、宗平さんの、アーティストトークを行いたいと思います。私は宗平さんの作品の方の指導教官を担当します赤塚と申しますが、司会進行をさせていただきます。よろしくお願いします。宗平さん28年度の博士を取ったわけですけれども、その中の、作品ということで今日ここに展示してあります。まあ、この作品を見ながらちょっと、いろいろ聞きながら宗平さんの作品の、作品の理解を深めたいと思っていますので、どうぞよろしくお願いします。宗平さんの作品はですね、右手にちょっとグレーの台紙になってある作品がありますが、ここから次はこちらに移って、最初の方はこの後ろにあるというふうな感じになっていると思うんですね。それで、宗平さんはの論文は論文のテーマは節制によって作られた形の美という、論文のテーマになっていまして、その中で、研究の一環として、一つの表現が出てきているということで、そのあたりをまずお聞きしたいと思いますが、まず、こういった作品はミニマルな表現だと思うんですね。で、私はさっき画集を、ここに持ってきてあります。持ってましたね。はい。はい。今から、まあ、孫さんの作品、横に鉛筆で、線が引いてあるという、こういう形は、じゃあ、そちらから、一冊ずつまた回していただいてもいいと思うんですけれども、絵画の領域で言いますと、ミニマルアートっていうか、アグネス・マーティンとかね、それから、ロバート・ライン、それから、まあ、モーゼ・カフカマンというイスラエルの作家なんかがいるんですけれども、線を右から左にこう引いたりして、一つのこう表現をこう紹介しているという作家の作品があるんですけども、そういったところにすごく酷似しているところがある。ただで、そして、宗さんの表現は宗さんなりの、そしてまた独自の世界観を持っていると思うんですけれども、私はまあ担当して、まあ、先しゃべらせてもらいますと、とても酷似していながら、そして、その線の表現のあり方に、とてもこう、絵画性を感じました。で、宗さんが論文の中でもう含まれながら作品を作っていくという時に、私に新島さんと私にも聞かれた時に、この研究自体がそのまま作品になっていくんじゃないかというふうな、ことで、それをこうそのまま進めていくんだけども、少し自覚的に進めていくというふうな流れになりました。で、その作品が、まあ2015年には、シェル美術賞とか、それから2016年には上野の美術館の大賞などを入選して、作品として、入選したというふうな経緯があります。まあ、ここら辺で論文の研究の、まあ、一つ のやり方だったものを作品としても読み替えていって、そしてそれがこう作品としても、もう、まあ、美術の中で入選したというような経緯なんですけど、このあたりのことも含めて、ちょっと深めていきたいと思います。その、こう、始められた、こちらの方で、横に線を引くっていうふうなことを、まあ、宗さんが始めた理由はどういうところからだったんですか？最初韓国でイラストレーターだったんですけど、何か作品が作りたかったっていうか、絵を描きたかったっていうか、それでこういうものがやりた
こういうのをちょっとやってみたいですって、申し上げたら、じゃあ、一本の線を描くことからちょっと考えてみます。で、そのブリッジトライリーってとても繊細で完璧な線の作品なんですけれども、その一見見るとなんかパソコンでやってるように見えるんですけど、近くで見るとちょっと手でやってるから揺れるっていう理由で、それでその人間の手でやってるから何に関係が出るんだろうっていうことで、ちょっと印象が出ます。新島先生の方でその一本の線からこう見てみたらっていうふうにおっしゃった、こう何かこうそのブリッジトライリーに見せられて思われたこととか、なんか指導されたのか、なんか経験ありますか？秀野の虹です。すみません。もう全然紹介するのも忘れてあの、まあ、秀野の中心に宗さん入ってこられて、で、まあ、何研究したいの、あるいは何やってるのっていうときに、まあ、基本的には、やりたい。じゃあ、どういうところで、もし、まあ、我々デザインその中で、そのゲロっていうことをどういうことになったかっていうのは、まあ、話するわけですね。その中で、その、まあ、ライブだとか、いろんな、まあ、アートの意味があるのを起きた人たちと、こう、作品がこう、出てくるわけですけど、一気に、そこに、こう、なんだろうな、行こうとするわけですね。でも、ちょっと待とうと、例えば、ライブに対して、ご指摘が、あるいは現実が使えてくるやつだけど実際に出てない、そういうところに何か私は聞かれますというような言葉が来るわけです。まあ、なぜ手でこう書くところにこう聞かれるのかっていう、でそのことっていうのは我々日常的によく美術の領域デザインの領域だけじゃなくて普通の人たちが手仕事って言われてねっていうことに対して、僕らはそれに対して答えちゃんと言えてるのかっていうのが関わって、でそれがやっぱりその修士の中で研究していく時の一つのリソースプラットフォームというか、それがあって、まあ、そこから始めよう。でその場合には、まあ、旗を折るわけでもないし、焼き物を作るわけでもない。やっぱり一人の手で何かするという時に、やっぱり一本の線から始めるかというのが、本当にこう一本の線だったんですか、それともこうあれ見るとこう、まあ、全体こう、グレーの全体にこう書いてありますけども、そのあたり、まあ、例えば紙の大きさとか選び方とか どうしてこう差引くようになったのか。1週間1回先生の準備がありまして、で1週間線描いてみてって最初に言われて、僕たち市の男子はそこに、その素材料は水野先生がそこに描いてるっていうことだったんです。僕は僕たち、はい、で、それでも天物は多分そうだったんですかね。で、最初はちょっとこう三角を開けて描いたんですけど、あれが私はちょっとその高いと思ったんです、三角がそれでちょっとたくさん、一つの、紙にたくさん描いてみようっていうことで、それでちょっと弱くなって、たくさん描くようになります。高い。高いって、その時ちょっと高い。まあ値段高いですけど。で、まあそれをこう、もうちょっとこういろいろ調べる上でも、まあ、たくさん線引いてみようと思ったし、はい、まあ経済効率っていう、そうです、まあ、そういうのを考えて、もう少しそのこの素材について考えてみると、木炭紙のこれ、木炭紙はやめてこの紙になったんですか。木炭紙ですか。木炭紙そのものの大きさ、はいはい、デッサンの木炭紙を横に使ってるって感じですね、はい、で、そうするとそれはそのままなんだけど、例えば線を始める位置とか、終わる位置とか、はい、そういったのはどんな感じですか。
そういったのは多分あんまり考えてなくて、たくさん描いてみようっていうのがあったので、最初は多分時間とかかけないで、測らないでやってたんですけど、やってるうちに、ちょっともうちょっと遅く描けば、その歪みっていうのはどうなんだろうっていうので、10秒、1本の線があった時に10秒から5分までかかって、その時間に合わせて線をやる、1本の線を。5分。で、単純にいろいろ試みをやってて、それで、一番自然な、その当時は一番自然な形が3分かけて描いたのが一番自然な形だと思って、それで、後ろの方に、27番ぐらいなのかな、は、はい、そこから遊ぶは1分、3分かけて、描いたので、例えば、今この、見方ですけれども、向こうの方が最初の方で、はい、こちら側が最後。はい、そうすると、そこに、とってもこう変化が起こっていると思うんですが、まずこれは どういう。あ、これは多分もともとなんか表現したいっていう好奇心も強いし、でそういう表現したいので、なんか多分ずっと線横で描くのも退屈で、ちょっとこういう風にやってみようっていう、縦で描いてみようっていうのと、12番はグラデーションをわざと作っています。はい、でわざとの力を最初はちょっと弱くして、最後はちょっとギュッとっていうふうに描いて、最初は描いてわざと、はい、でこれ、それが左から右が退屈だったので、それをやってたんですけど、新島先生が気持ちは分かるけど、それはまだその段階までは手は引けないので、やめます。この変化がとても、面白さを持っていると思うんですけれども、新島先生がそこを急がないというか、そういうこういろいろこう変えていくのを、それをまだ待ってつまんないでしょ。基本的にはただ単に左から右に線を引くだけ。ただ例えば一人の人が一本完璧に左から右に水平線一本をもう描こうと思うと絶対描かないわけですよ。だけどでも描こうよという、でもそれ描くというよりは一本の線を引くという、なんか身体運動的に近いんですね。なんかその何かを表現しようとするんではなくて、何しろ完璧な線を一本左から右に、しかも紙の左側に5ミリぐらい弱く残して、右側も5ミリぐらい残るように、要するに自分のその体がそれに反応するまでずっと線を引いていくという、ただひたすらそのことをそのやり続けるということをですね、ずっとやらせて言いたかったわけです。なぜかというと、人がその旗を打っていくときに、縦横に対して横に入れてってガチャガチャやってったときに、 A さんっていう旗を打って B さんだって全然違ってくるとか、あるいは足で横回してこう形を作っていくときに、やっぱり A さんと B さん全然違うっていうのが、なんかそこに一人の人が持っているその体のリズムみたいなものと、やっぱりそれをやってるときのこう精神みたいなものが知らないうちに形を作るんじゃないのか、そういうところまでいかないと、いわゆるなんでその人の作る形っていいんだろうね、っていうところにいかないのかというところがあって、急ぐんですけど、ぐっと抑えて、さらに自分に制約を与えていくということを、ほぼ2年間、だからこれの何十倍かのスタディがあるんです。これちょっと最初に説明、蘇さんが説明しましたけども、大学院の修了の論文の中で、そういったその手作りのものの中に、なぜこう、我々が感覚が美しいと思ったり、なんか気持ちいいといったって感じるかなという、テーマだったわけですよね。で、そこで、そのボリジットライフが出てきたのは、
作りたいから、ちょっと一番最初なんですか、一番最初作って、はい、でそこから、それはまあまず線が引いてみようっていうことになって、うん、でそこが、研究テーマとともに、まあその旗折ったりする時のその手の動きとかそういうところの身体性が、僕も醸し出す一つのこう心地いい感じっていうものを探ろうとして、そうですか、江戸古文の型紙を見て、例えば特性開花みたいなものっていうのは人間がこう持っていて、すごく企画的に見てるんだけど、だけどそれと同じものをコンピューターでふっとやってみたときにズレが出てくる。そのズレが何なのという、おそらくそこだろうと。だから、これも要するにそういうものはその自分のその体の中と、それから実際には何ですか、正確に光っていくものとの落差みたいな、それだから経験してるというか、体験してるというのは、すごくどうでしょうか。僕がその頃に、ちょうど、蘇さんが、そういう作品を作ろうとしたときに、新島先生から、指導教官の、作品見てほしいということで依頼されて、二通りの、作品見せていただいたんですよ。すごく自由に、蘇さんが、まあ、考えて、この、それがこの作品、作品というかその、言われて作り始めたものですね。で、見せていただいたときに、僕の目から見ると、この一つの枠組み、と、そしてそこに線が引いていくという、すごいミニマルなコールというものをやり方しようとするやり方はですね、今皆さんにお配りしていた、まあ、美術の方、お二人は環境というかデザインのことからそのことを追求しようとする。ですけど、美術の方のその、ミニマルな表現の持つその、そういったところに現れるその表現といいますか、そういうものをすごくこう、持っているなということが驚きで、まあ、美しいなと、まあ単純に思ったんですけれども、そこから蘇さんの作品に関わっていくという感じです。ですからこれは、まあ、もうすでにできていて、そのグレーの台紙に貼ってある木炭紙という枠組み、それに鉛筆で向かっていくという、この枠組みは非常に何かミニマルな、ファイアートの作品を変えさせるものなんだと。で、その方のまま、その方向の延長線上に、操作さあるんじゃないかなというふうに、僕は感じたんです。で、その後、蘇さんの作品は、少し変化していく、その僕と会った後でこちらの作品の方向性が出てきたんです。このシューシーの作品、次が多分その ドアの方にある長い、細長いあれなんですけど、はい、で多分ずっとこういう、余白なしでずっときっちり線を描いてたので、ちょっとこう、空間を空けてやってみようっていうのであれをやってたんですけど、一番最初にやってたんですけど、で、はい、空間を空けてってどういう空間っていうか、前をこれは5ミリぐらい空けたんですけど、はい、もうちょっと2センチとか3センチぐらい、ちょっと前を間を分けて、線と線の間を分けて引いてみようという、はい、ことをしてみる。はい、ことをしてみたら、すごく面白い形ができたんです。その一本の線をやってたら、空間があってすごく大きい、奥行きがあるものができたんですけど、それをこなしになっちゃう先生たちが作為的っておっしゃったので、それでちょっと考えるようになったんです。やり直して考えるようになったんですね。二条先生さん、そうですね、修士の時には何ですか、まあ、人間の作るものはいいよねっていうところが結構忘れなかったんですけれど、まあ、だけどその一本線を引くっていうそのことが具体的にベースだとか分かって、でその後引き続き博士課程に入るという
でも、でもあれを、デザインだとするともうやめちゃうんだよね。でも、あれさんちょっと前にも話したけど、あれさんは僕らやめないんですよ、うん、これ、まあ、このまま続けるんだよって言った時に、あのデザインという文脈で、あのこういう造形を捉えるのと、あのリズムのファインアートとして捉えるのに全然違うなっていうところがあって、これ僕なんで、あのすごい衝撃、衝撃的で、しかもなおかつ彼女がああいう形にしてくれたっていうことで、僕はそっか、こんなに変わるんだっていうのがすごくあったよね。で、あのちょっと説明にしますと、あれは今、1000円描いたものに、もう1回1000円描いて、もう1回1000円描いて、3回ぐらい重ねて描いたんです、その細長い作品は。で、一番最初に余白を、それをすごく、はい。で、開けて描いた一番最初のものを作為的とおっしゃったので、私は当時、これは何で作為的なのかわからなかったので、そのまま置いて、6ヶ月間ぐらい、多分そのまま置いといたんです。で、わからないから、普段の私なら、あれを多分捨てて、新しく、また白い感じで新しい気分で新しい精神でやるんですけど、これやめないで、もうその次があるかもしれないから、もうちょっと考えてみてとおっしゃったので、そのまま置いといて、一ヶ月間、あえてなんか、なんでなんだろうって考えるようにしなくて、多分毎日多分アトリエをやってたので、見てはしてたんです。で、ある日、まあ、その作為的なものを消しゴムで消すことはできないから、じゃあそれ隠してみようっていうことで、その上に、あの、描くようになった。重ねてね。まあ、そういう結果で、とっても、僕はまあ、これはこうとてもミニマルな、こう、まあ、明るい、その、まあ、あの、調子を持ってると思うんですけど、すごく、こう、あの、調子を持ったね、たぶん、水上さんなんか、あれがすごく調子があって、あっちの方がいい気をしてるかもしれないんですけども、あの、確かにそういう側面があるんです。あの、複雑な、あの、に絡み合ってね。で、一つの、まあ、重ねてやったことで、最初持っていた目的とは違う、内容の面白さが出てきているという感じであったんですけども、この研究はそこでそういうその表現力を作っていくというか、そういうところでも なかった。始まりはちょっと違うんですよね。あのやっぱりあのその繰り返しになりますけれども、どうして人の作るものは魅力がある人の手になるものですけど、あのそれも蘇さんは自ら その体を使ってそれでその研究するんですけど、普通研究というとね、あの誰かのやったものを見て一視聴でやっていくんですけど、これ自体が一視聴として楽しくなれば、あの、まあ、あの今回 の博士論文は接線というその言葉を使ってそこから生まれる美ということなんですけども、それを、まあ、実際にあの描きながらあの自らがその言葉化していくというところがこうあって、それがあの一つ新しいやり方だったのかな。だから、まあ、やっていく中であの、まあ、ミケというその運動を作って、あの、まあ、僕はおそらくあの近代の中で最高のレモンという人があるんですけど、柳木という人が、あのぶちのぎって何事もなかったよねというあのことを言ってて、あのこれだよというところがこうあったんですね。で、あの無事のみというのは基本的に何も表現しないけれども、ただひたすら完璧を求める、完璧を求めるけれども人間がやってるとどうしても歪んでしまう、その歪みとして出てきた形は結構だという言い方なので、それを意識してあのやろうとしたことは不結構というのね、あのある意味だから彼が美大みたいなところにいる人たちというのは、その天才的な感覚を持っているからこそ自力の中でもってその境地に行けるけれども、民芸というような一般の人たちでもそこに作れるようなところでも美があるんだというね、この2つが彼女の中でもってそこでこう出てくるわけです。それがあのこういうスタディの中にこう全部入ってくるから、そこでこうだからそこはすごく面白いところだと思うんですね。こう絵画の我々、僕
は油絵家ですけども、油絵家の表現だと、まあ、ああいうところから一つの面白い糸口があったら、そこをどんどん、まあ、重ねてやったことはすごく体感的だけど、その今回の研究テーマでもう少し縁伸びですか、だから作為性を剥ぎ取る、そういったところにもう一回戻していくっていうことが、起こってきたということで、あそこに行ったけども、こう折り返してきたという感じなんですね。相当辛かったと思いますよ。やっぱりやりたいなんじゃないですか。だけど、川澤さんもそんなこと言ってくると、やっぱりダメだよとか結構言ってて、ね、そうだ、結構ね、辛かったよね。でも、新しく、多分2、3ヶ月に1回アドリーにいらして作品を見てくださったんですけど、ちょっと作品的だなっておっしゃるから、私はこれ、見せて褒められるとは思わなかったので、そこ言われるとは思わなかったので、なんで作品的なんだろうっていう、そういう悩みが、なんでだろう、なんでどこがそう見えるんだろう、先生たちはなんでそう見えるんだろうっていうのがちょっと多くて、で、こっちとその修士の時に描いた線とまた作為的な線を比べて、壁に並べて、先生が、これはこの時に何考えて描いたの、私が、なんかちょっと早く終わらせようっていうのがすごかったと思います。で、これは何かって、何も考えてなかったですって答えたんですけど、だから多分何も考えてなかったから、何か時間なんか早く終わらせるという気持ちもなかったし、何か表現しようっていう気持ちもなかったし、ただその時間に合わせて描こうっていうのがあったから違うんだよっていう精神。この右の作品に、僕の方から見てですね、すごい現代性を感じたのは多分そこのところで、作品性っていうものに寄っていってないというか、ただ線を引くっていう中に出てくる内容の、変化で何かが成り立つっていうか、そこも思ってなかったっていう、そういったこう、今画集が回ってますけど、ミニマルの表現の中ではそういったその表現の意図にたどり着くまでに、作家としては相当なこう思考と、考える思考と試す思考をやっていってたどり着くと思うんですけれども、ここはこの、論文の中で一つデータを出すというか、右が左に線を引いてみると どんなこう表情になるのか、そういう何分間の間でやったのか、そういうことの中でやった中に、広がりが出てきた、表現の、ね、広がりが出てるところですけども、そういったことがすごく面白かったと僕は感じたんですね。で、もう一つちょっとここにすごく興味深いのが何点か並んでるんですけども、その次の作品は、どんな状態ですか。次っていうか、これです、はい、これは、修士の時にさっき申し上げなかったんですけど、身体リズムって言って、人間が描いた線には必ず歪みが出るんだけど、それは多分その描いた人の呼吸とか鼓動と関係があるんだろうっていう仮説があったんです。で、そしてここ時間とか、18時19分って確保して1分42秒とか書いてるんですけど、それはこれ描いた時には、脈拍を取る機械を設置して描いてたんです。で、それでこの記録と、あとでその脈拍取ったそのデータの関係性を探り出したかったので、それでそのメモっていう感じで書いてたんですけど、あと日付とかも書いてたんですけど、ここ途中からなんか
多分脈拍を取るときに最初このスタートボタンを押して描いて、その終わったらまた、終わりのボタンを押すんですけど、でまたスタートボタンを押してっていうのが、そのずっと描けないっていうのが流れ的に邪魔になるなって思って、それで途中やめて、あの時間とか脈拍を取るのを全部外して、そこからちょっとまたの いつもの通りちょっとこれぐらいの役を置いて、その書いたんですけど、途中多分あの作品なんですけど、あれで余白がこのちょっと前たくさん開けると感覚ですよ。この感覚が私にとって何かを表現しようとするその欲を呼び出すっていうか、っていうのを欲の原因だと思ったんです。でそれでその次からは感覚を含めてなしで描いたんですけど、ここまで来てまたあれと同じあれなんです、あの作品と同じあれなんですけど、ここまで来てここをまた重ねて描いたのは、この辺がちょっとまた作品的に見えたので、それをちょっとまた隠すために重ねて描いた。もう一回ここに進展してるけど、もう一回ここに進展してるけど、はい、それはここの空きは何なんですか。空きは最初これは多分習慣としてちょっと慣れてるから、その線と線との感覚の間をこれぐらいのちょっと、感覚をちょっと、狭く変えてたんですけど、この時間とかを描いた時にこの線の12列なんですけど、これが合わなかったから、この時間はこの線だって。合わなかった、こっちに引く線とそれがこううまくいかなかった。時間は1から12がここなんですけど、線は1から12がここなんです。あ、もうそこで終わっちゃったってこと。はい、終わったので、これは後で見るのちょっと、これはまたデータとして歪みを数値化しようとしてたので、ちょっとこれは難しいなと思って、今度横に、それでこの感覚になっちゃう。これだから時間の中で記録をしていくだけ、誰のためだけに出来上がった、ずっというか記録のものなんですけども、これは皆さんも見てもう分かってると思うんですけど、なんか不思議な調子やトーンというかものに見えてくるというか、そこ、それからこういうそのここも不思議ですけどね、あのところまでここまでやってて、ついここから端っこまでやってて、そこからちょっと余白が、これは何でですか。これもあれです、これは余白まだ感覚があったのが、あったのかというか、そのいつもこれぐらい感覚を置いて描いてたんですけど、この感覚があると何か奥行きを私があえて描こうとするから、ちょっと楽してあえてっていうか意識的な訓練をしたっていうか、はい、それがここの、どこで終わるかっていうことをいつも意識しているのと違う、端から端までやろうっていうことがここから気がついた、はい、そういった意味でいろんな心の動き、データを取ったような心の動きや修正が、どういうことになるっていうことだね。僕はこれを見せてもらった時にとても、ロスコやね、そのいろんな抽象絵画の思い出して、それ以上にユニークというか、その、線で、絵の具でやらない線の、幅とか、ちょっとこういう動きとかが、偶然ですけど、とても表、絵として見たときに表面の、要素として、見えるなと、そこがこことても新鮮だったんですね。ますますこれはこのままこの表現として置き換えられるんじゃないかという、なんかある考えを持ったんですが、あれは線を引くというね、もうなんかこう、身体運動、だからこっちは僕はなんか選んでる、線を描くというね、なんか体の運動と表現というそのものの合わせ方っていうのがあるから、ただ、こういうのをちょっと見に行くと、これなんですけど、これって特に意識してこれ作ろうとしてない。たまたま誰かがもらった古い板に上に紙があって、紙元々あったんですか。
やると、まあ、これはちょっと後のアップしてるんですけど、知らないうちに思い浮かべない形でこう浮かび上がってくるっていうね。あの何か、まあ、あっちは少しそのデータ取ろうと思われる心の動きだけど、そこにその開発的な面白さが出てくるんだけど、そういうこと、そっちの表現も必要っていうか、その表現じゃないけど、まあ、そういうことの意識がなくても逆に指示体やその線を引くその人の身体のリズムとかそういったもので何か出てきちゃったっていうか、まあ、そういう それはその僕やっぱシェルの審査員とかね、上野の森の審査員が、その何かその面白いと思って判断した理由なんでしょうね。だから